はい、今回もブレイブリーデフォルト2をプレイしていきます。前回砂漠の国サバロンの表人を暗殺して回っていたホログラード族の暗殺紹介師サバロンにも対ホログラードの援軍の約束を取り付けたところだったね。この調子でついホログラード同盟をでかくしていこうぜ。次は水割り戸だな。で、次は水割り戸だって話だけど、思いっきり雪が降ってるところで何やってんの。いや、動画内でちまちまサブクエストを進めたりしてるんだけど、試しに魔獣使いになってみたらめっちゃ快適でな。ついでに強い魔物をランカップしてるわけよ。 HP は9000弱、MP は999、密恋は600ぐらいと、めちゃくちゃな強さになってるね。頑張って持って、密恋250。低レベルなのに、魔獣使いになるだけで、密恋600なんだからビビるわ。まあ動画内でも面倒なランカップとかは、魔獣使いで済ませちゃおうかな。初見ダンジョンや初見ボスでは相変わらず縛るけど、それじゃ、ほどほどに捕まえたら、ウィズワルドに行こうね。いつものように馬車よろしく。目的地はウィズワルドだ。不死族の魔物に襲撃されているって話だけど、どうしているのやら。静かすぎる。それに街の中に誰もいない。連絡では不死族の魔物に襲われているということだったが。手分けして街の人を探しましょう。あれ、もう全滅しちゃってる。死体とかはなさそうだけど、まあ一番後回しにしちゃったしな。出遅れになっちゃったかな。仲間が街中に散らばって人を探したけど、一っ子一人見つからないね。BGM が無音で誰もいないのは地味に怖いのでやめていただきたいな。あと探してないのはこの塔だけね。ん？何か動いたぞ。行ってみよう。無人の街で動く物体 99% 何らかのクリーチャーなんだよな。まあ行けって言うなら行きますけど、なんかショートカットも開通してるし。ロディ。え、どういう状況？金額プレイか。一体何があった？それにこれは一体。ビジヌだ。奴が不死族の魔物を引き連れて。ビジヌ？あのビジヌか。生きていたのか。なんか因縁ありそげな感じだけど、どういう関係なんだ？追放された弟弟子とかかな。ほら、話は後。まずは彼を助けないと。ああ、そうだな。すまん。ありがとう。助かったよ。それで、一体何が起こったのだ？先ほどビジヌと言っていたが。ああ、我らの師匠に倒されたビジヌが、ホログラードの手先となり、戻ってきたのだ。なんだと？あれは、ボイスリングでお前と話していた直後のことだ。なんだ、今の音は。お前はまさか。ビジヌ？我が師匠に倒されたはずでは。そう、確かに私はエマに倒されました。だがしかし、私はすでに術を完成させていたのですよ。遥か太古に失われた自らをハイアンデッドとする術をね。ハイアンデッド、不死族の王。まさかそんなことが。そしてホログラードにつき、魔人のアスタリスクを手に入れたのです。無駄話はここまで。私の復讐のため、今が残したこの町の住民を私の偉大なる術の材料とさせていただきましょう。どういうことだ？知っての通り、太古の魔法の産物である不死族は滅ぶことはなくとも新たに誕生することもありません。しかしこの私は生きた人間を不死族へと変える術の再現にも成功しましてね。まさか貴様。
運が良くて助かります。この町の住民を全て不死族へと変えるのです。エマの弟子であるあなたには術が成功する様子を特等席でご覧いただきましょう。そうですね、あの塔の上などさぞや良い眺めかと。やめろビジル。では早速術の準備に取り掛かるとしましょう。捕らえた町の連中を来る途中で見つけた朽ちた研究所へ連れて行きなさい。あのビジヌって人、不死族の王を名乗るにはビジュアルな個性的すぎませんかね。せめてゴーグルを外してほしいところ。このままでは町の人々やリリーは諦めるのは早いぞ。ロディ、ビジヌは準備を行うと言っていたのだろう。つまりすぐに術が完成するわけではない。その前にビジヌを倒してしまえばよいことだ。そうだな、お前の言う通りだ。ここで諦めてどうする。だけど相手が不死身なんでしょ。どうやって倒すの。それについては私に心当たりがある。だがそのためにはトネリコの枝が必要だ。トネリコの枝か。どっかで最近見た記憶が。本当か。あ、思い出したぞ。リリーがアモナだと思っていた木の人形、あれにトネリコの枝が使われていたはずだ。ああ、あの人形ね。早速行きましょう。すまない。その間に私は魔法の準備を進めておこう。あ、またあの森に行くのか。めんどくさいな。しかし予想以上に大変なことになってたけど、まだ町人が死んだりはしてないようで何より。しかしビジヌと結局どんな因縁があるのかは明かされなかったね。そうだな。お、ちょうど因縁がわかりそうなパーティーチャット。いつもはカットしてるけどこれは流そう。なるほどな、もともとこの国にいたヤバいタイプの学者だったのか。しかし退治したとか倒したとか言われてたけど、その頃からクリーチャーみたいな扱いされてたんだな。がっつり抵抗したらしいしね。エマ師匠が油断につけ入らなければ負けてたって言ってたくらいだし、どれだけ強いのやら。エマ師匠、当時はクロマトーシのアスタリスクも持ってたっぽいのにな。まあいいや、ちゃっちゃと森に行く準備をするか。そういえば、準備をするにしても、ショップがやってないんじゃな。って、やってるじゃん。何事？トイレに入っていた、おかげで俺だけ助かった、だってさ。お前、その言い訳で押し通す気か。船貸しばあさんですらいなくなってたのに。まあこちらとしては助かるけど。んじゃ、改めて森に出発。すでにショトカワープも開通してるし楽勝だな、と思ってたんだけど。だいぶ前のダンジョンなので、案の定、道筋を覚えておらず、めちゃくちゃに迷いましたとさ。ふっふ、自分で、自分の方向音痴っぷりを舐めていたようだな。
ふう、やっと着いたよ。トネリコの枝入手。特に他にイベントもないのでさっさと帰ろうね。おお、お使いをこなしてきてやったぞ。美人を倒す秘策は頼むぞ。これでいいか？これなら大丈夫だ。早速この枝に魔力を込めよう。我が輩も手伝おう。ロディ！大丈夫だ。魔力を一気に消失しただけだ。しばらく休めば回復する。そうか。ならばビジヌの方は我が輩たちに任せろ。すまない。それでこの枝をどうすればいいんだ？君たちは不死族がどういうものか知っているか？死してなお動くもの、死を超えた存在、そう聞いています。それが一般的な解釈だ。だが正確には微妙に違う。人はいつか死ぬ。つまり生者は死に向かって生きていると言える。しかし死者たる不死族は逆だ。死から生へと向かう性質を持っている。とは言っても生き返るというわけではない。永遠に到達しない生へと向かっているだけだ。いくら倒そうとも復活してしまうのはこのためだ。したがって不死族の活動を停止させるには彼らを生へと到達させればよい。なるほど。それでトネリコか。ああ、回復力や成長力が高いトネリコの木は豊富な生命力を持っている。魔力を込めたのはその生命力の伝導率を高めるためだ。あとはビジヌを倒した後にこの枝を打ち込めばよい。もっとも、これは師匠の残した書物の受け売りだ。成功するかどうかは信じるしかない。我が輩たちの師匠だぞ。成功するに決まっておろうが。そうだな。町の人たちを、リリーを助けてくれ。頼む。ああ、任せてくれ。この世界の不死族の倒し方、めちゃくちゃ感心してしまった。こういう世界観設定を逆に利用するみたいなやつ、テンション上がるよね。不死族が回復魔法でダメージを受ける理由とか、トネリコの木の杭で真相を貫かなきゃいけない理由も説明されてて、見事な設定だね。っていうか吸血鬼みたいな扱いなんだな、ビジネ。ブレブリーチの吸血鬼はめっちゃまともだったっけな。そんなこんなで、朽ちた研究所に到着。このダンジョンは、特段、滑り床みたいなギミックのなく錆びれたところを突き進むだけでした。魔物を乱獲しつつ丸々カットだ。次回は、ダンジョンの一番奥から再開。だね、といったところで、今回はこの辺りで、お疲れっすか。良ければフォローやチャンネル登録よろしく。